デニス・オリエクは、ケニア・ナイロビ出身のサッカー選手。エ c シー・アジャク氏を所属。ケニア代表である。兄のニクソン・オニアンダはサッカー指導者であり、ケニアサッカーリーグのダゴレッチ、サントスの監督を務めている。ルオ族がルーツ。2003年に、カタールのあるアラビドーハに移籍し、2005年まで、プレーした。2004年には国籍をケニアからカタールに変更して、 カタール代表としてするよう依頼されたが、オリエクはこれを拒否した。2005年12月、フランスリーグアンの FC ナントと4年契約を結んだ。移籍金は450万ドル。しかし、FC ナントは2006の07シーズンを再開で、終えて、リーグドゥに降格したため、2007から08シーズン序盤に得点力不足で苦しんでいた、アージオセールに、レンタル移籍した。 2008年1月には FC なんとからアージオセールに完全移籍した。2011年9月25日 FC 訴訟戦で移籍後発のハットトリックを決めた。このハットトリックは15分間で達成された。2002年0から3で敗れたナイジェリア戦でケニア代表デビューした。同年9月7日アフリカネーションズカップ2004予選の東合戦で 初得点を挙げた。2003年7月5日に行われた同予選、カーボベルデ戦では後半から出場し、本大会出場を決める決勝点を挙げた。2004アフリカネーションズカップ本大会にも出場し、ブルキナファソ戦で得点している。ありがとうございます。